ぱりね、彼がまあ今回は目玉だったと思うし、ムードメーカーになったと思うんですけど、やっぱりあのテールウィップをまあ1回目失敗して、2回失敗して、3回目であそこで成功するっていうのは、こういう人ではすごい難しいんですよね。まあ、そこは彼はまだ若干13歳ですけど、まあ、成功に持っていくっていうあの強さですよね、精神が。すごいなんかね、僕自身も、張り合いもあるし、なんかこう、後押しされた感じですよね。すごかったです。